20周年じゃなくて25周年。ああ、間違えた。オートファックスさん今年が25周年。うん、だから、会社法人にして、うん、で25周年。平成8年に会社法人、うん、有限会社フラックスっていうのを、やって、その前は、まあ、正直言って18から車やってたんで、あ、そうなの、結構長いですよ、うん、今年でもう42年くらいなのかな、10年くらい車やってて、まあよく曲折あります、うん、はいはいはい、そうですね、まあ、あ、そこら辺の話はねまた別の機会に、うん、ですね、それこそね、25周年記念の時に何かビデオ回して、25年、5周年振り返りますか。ですね、まあ、それはもうぜひやっていただきたいのと、うん、まあ、なんかここ、まあ、2年ぐらいの付き合いですけど、なんとか25周年来ていただいて、恩返ししたいなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、で、25周年、別にその壮大な企画があるわけでも何でもないんですけど、あ、そうなの、まあ、25周年って分かってるのに何もしないっていうのも、うんかっこよくないですよね、うん、だから、今年もう本当に、新製品の開発を頑張ります。で9月2日がちょうど25周年ですね、うんうん、でそれまでに向けてイベントごともやっていこうと、まあ、こういうコロナ禍の中でイベントごとの話をすると不謹慎じゃないのかとか、ね、密をどうやって避けるんだとか、うんまあ、言われるかもしれませんけど、ここはねやっぱり頑張って、でちょうどね8月ぐらいに、アウトドアイベント、そこに、ちょっと大きめのブースを構えさせていただいて、うん来ていただいた方とかにですね、うん振る舞えたらいいのかなと。あ、はい、来ていただいた方に何か買ってけっていうわけじゃなかったですね。いやまあ買っていただければさらにですでもちろんネットでこれだけ商売させていただいてますので、うんまあ、ネットの方も、うん25周年記念の、なんとか、まあ、企画ですね、うんバンバン打っていきたいなと思っております。で、今年ね特に力入れたいのは、うんまあ、キャリアの、まあ、ヒットも間違いなくあるんですけど、うんうん、アウトドア用品でちょこちょこ、告知してはいたんですが、うんまあ、ルーフテントとか、あーそうね、はいはい、ルーフテントとかを今一生懸命、メーカーと交渉中ですので、うんできればそれまでに30セットほど用意させていただいて、うん、みんなで楽しんでいただければなと、うん、でアウトドアイベントなんかあるとそこに持って行って、うん、実際にその中で寝てもらうとか、うんキャンプ一泊してもらうとか、その頃に発売になってそうのように頑張ります。相川さんが頑張る、彩香さんの紹介もありますし、彩香さんのところでちょっといろいろこう、よかったね、間に入って微力ながらこう調整をさせていただきます。うち用の仕様にちょっとやり替えてもらったりとかですね、うん今出してるバスターズのキャリアの取り付けのアタッチメントだとか、うん、そこら辺は彩香さんに頼んで、うんやっていきたいと思ってます、うんはい。だからもう本当に空前のアウトドアブームなんで、このブームに乗っからないわけにもいかないから、うん、これやりたい、はい、で密かに今ね僕の中で企画してるのが、うん、トレーラーやりたいんですね。トレーラー、トレーラー、おう、って言ってキャンピングトレーラー、キャンピングトレーラーといえばキャンピングトレーラーなんですけど、うん、海外の YouTube とかいろいろ見ると、うん四駆で引いてる、なんて言うんだろう、四駆のタイヤがポンとついてて、ちょっと背の高い、ボックス形状みたいなトレーラーを引いて、かっこよく、うんキャンプ行ってるのを 見かけるんですよね。オーストラリアとか、ルビコンとか、なんかよくね、ランクルダジープがパッてやってますよね。あれをね、どうにかしてどっかから持ってきたいと。で中で居住するスペースがあるとかじゃないんですが、うんそのトレーラーをコアに、はい例えばシンクがバーンと出てくるとか、わなんだろう、シンクが出てきて、テーブルが出てきて、うん、でいろんなものがそこ、まあ、シャワールームみたいなものなんかついてたのも見たことありますけど、うんバッドウォーニングみたいなのがダーンと、おーおーおー、でそこにルーフテントがドーンと、は
ありますね。だからそういうパターンです。しまってしまえばある程度コンパクトになって、で置き場所もそんなに困らないのと、で持っててやっぱりステータスになるよねっていうやつをやりたいなと思ってます、うん。日本にはなかなかないパターンですよね。でやっぱりキャンピングトレーラーって中に寝て快適なのがいいよねってよく言われるんですけど、もう海外みたいに1週間とか2週間とかがトレーラーでキャンプして回る人ってあまりいないんで、うん、結局1日2日で帰ってきちゃうじゃないですか、はい、で、ね、月のうちそんなに使わないのに、うん、えらい場所取るんだよねっていう話になって、うん、もうそれ置き場所がないからもう売却しちゃうと、うん、金額結構高いものですから、うん、そんなにね、ポンポンポン売ったり買ったりするものじゃないと思うんですよね。いや、もうただマンションに住んでる方が、私が今さっき言ったトレーラーを、所有するってなかなか難しいと思うんですけど、うん、ちょっとしたスペースを借りてそこにポンと置いておけるみたいなやつをやりたいなと。でそれをコアにしてキャンプしてもらうと、やっぱり見栄えもかっこいいし、うん、快適だし、うん、で、やっぱり持ってる、所有欲とかステータスっていうのがもう十分満たされると思うので、これちょっと流行らしたいなっていう気持ちはあります、うん。まあ、四駆のね、こう、なんていうの、タイヤ履かせてみたいになるとね、アウトドアというか、オフロード引っ張っていってもね、ですね、引っ張っていけるし、うんうんうん、ね、それこそ、山の上でキャンプしましょうよ、みたいな、ね、ね、ところが、楽しめるのかな、っていうね、うん。日本ってあまりね、見ることない。まあ、あまりとか、ほとんど見ることないから。うん、ですね。だから、やっぱ、目立つと思いますし、うん、やっぱ、かっこいいよねって思われたいですよね。ね。で、まあ、ね、多分、中に居住するものではなければ、うん、価格的にもかなり抑えられると思うんですよ。はい、はい、うん。だから、気軽にって言ったらあれだけど、買っていただいて、みんなでワイワイガヤガヤでやれるっていうのが、魅力的な商品になるんじゃないかなと僕は思ってます、うんうん。はい、はい、それはもうぜひね、実現してね、うん、欲しい、うん、ところで、なんだろう、四駆イメージだからって言ってそのおしゃれ感覚を、うん、なんだろう、殺すんじゃなくて、うん、女性の方でも気軽に、うん、あ、これかわいいね、かわいいねっていう、まあ、キーワードみたいなのがちょっと引っかかるようなが、いいかなとも思ってます。はい、はい、ね、ぜひそれはちょっと実現していただいて、はいはい、いや、これ実現するとかやります。おお、ガツリやります。まあ20、ね、それも25周年ね、なんかちょっとこう記念じゃないけど、うん、だからそこまでに用意できると一番いいんですけど、ね、これをきっかけにそういう方向でやってみようかなという、うん、きっかけになるような、企画にしたいなとは思ってます、はい。それと、ね、もう一点ちょっとね、ネガティブな発言にとらわれるかもしれませんけど、今年から、ハイリフト少しやめます。ドバーンとリフトアップっていうですね、うん、はい、別にハイリフトは悪いわけではないんですけど、うん、より多くの人に、まあ、ハイリフト作るのにすごくやっぱり時間がかかるんですよね、うん、で時間がかかって、いろんなニーズを、うん、うちのお店に、持ち込んできた時にお受けできないということが多々ありました、うん。だから、ここはですね、一遍原点に変えて、うん、1日アップぐらいまでで非常に車がかっこよくなるよねっていうのを見せてあげたいかなと、うん。デリカを使って家族みんながやっぱり楽しめる、お父さんかっこいい車乗ってかっこいいって満足できる、うん、家族が楽しい車、デリカ楽しいよねって思って満足できる、で、旗から見るとわあかっこいいし、なんか憧れるよね、あの家族っていうようなものの 製品の作り方を進めていきたいなと思います、はい。でそれで、まあ、浅く広くって言ったら本当に申し訳ないんだけど、結局いろんな人にデリカを、ね、もっと楽しんでもらおうと、うん。でさっき言った、アウトドア関係の、パーツも、うん、充実させていくと、まあ、デリカ持っててよかったよ、買ってよかったよ、遊べてよかったよっていうものになるじゃないかなと思ってます、うん。だからちょっと方向性がね、ハードな感じから少しずれちゃうんですけど、うん、これはまあ、デリカに乗ってる方の大半の方が、いや、そういう風にしたいんだよねっていうニーズを私なりに分析した結
家なんで、うんうん、会社として、そういう形で、物事をちょっと進めていきたいなと、うん、でまたその先には またそのハイリフトとかあるかもしれませんけど、うん、今年25周年っていうところで節目で、うん、今回今年は、こういう形で進めていきたいかなと思っております、はいはい、ところでお杉さん、なんかここ最近よくデリカの新車買ったりするけど、はい、あれでどう使うの？デリカの新車を買う、新車買ってるじゃないですか、なんか、ね、なんか店頭に2台ぐらい並んだり、車を転がしてるわけじゃないんですけど、デリカの新車今手に入りにくいっていうか高いらしいんですよね。あ、そうなの？だからちょっといろいろありまして、今回ですね、もちろん高いっていうか安く売るわけじゃないんですよ、うん、車を仕入れルートをちょっと開拓しましたので、はい、で、これに付加価値をつけた状態のものを、うん、8月ぐらいから、うん、中古車として、うん、1回登録した車ですから、うん、中古車として、皆さんに提供していけるっていうプログラムをやろうかなと。何よくあるこう新車じゃないんだろうけど中古車ね、名前ついてるから中古車なんだけど、うん、そのコンプリートカーみたいなのをやろうってこと？そうですね、コンプリートカーっていうとパッケージものですね、うん、だから大体まあうちの、ものがついてると、うん、で形、まあ、フラグススタイルだよねっていうのを、提供する、うん、これは、一つはそれで、事業としてやる、はい、でもう一つはそれを乗ってもらうことで、うん、宣伝になる。あ、富山のどっかの人買っていきましたけど。です、ね。まあまあでもああいう形ですよね。そう、ね、もうまあ、デモカー売りましょうっていうわけじゃないんでしょうけど。だからまあそういうふうな、良いイメージって言ったんだけど、うん、まあパッケージでするとこんなふうになって、うん、全然ノーマルより性能がちゃんと補えて、アップして、うん、で、なおかつリーズナブルな金額で、うん、手に入るんだよっていう、うん、まあ、ちょっとした意識改革ですね、うんうん、でそういうのをちょっと展開していこうかなと、うん、中古車長くやってましたから、中古車は正直言ってあんまり売りたくないんですよ。誰がどういうふうに使っていたか全くわからないので、あ、うん、変な言い方すると、手に負えなくて捨てたような車を拾ってきて、うん、形かっこよくし直して、うん、また売っちゃうわけですよね、うんうん、だから隠れてた貸し部分が、うん、いきなり出てきちゃうと、うん、で、こんなだけ金額払ったのに、うん、こんな車どうしてくれるんだ、いや私も知らなかったからねっていうわけにいかないでしょ、うん、ね、だからできるだけの新車ベースで考えさせてもらって、うん、新車にうちの付加価値をつけて、まあ、うん、それで、お客さんが、ま、満足できると、うん、まあパッケージっていうのが一つ用意させてもらって、うん、それにアウトドアイメージのものをつけたいって言われればそれでつけて出します、うん、まあ、いろんな形は提供できるような、まあ、場にはしたいなと思ってますね。でもさっき のアウトドアの話に戻しますけど、うんうんうん、アウトドアこそ結構なんていうのパーツ、車用のパーツみたいなのが、うん、なんか欲しいかなっていう気がするんです。さっきもね、そのテントは大きいけど、うん、だから、ね、結局そこの相乗効果ですよね、うんうん、だからまあ私たちが作ってるパーツに憧れていただいてもいいし、うんうん、いやアウトドアでどっぷりハマりたいからって言ってアウトドア用品をいっぱいつけたと、でキャンプ場で、2人があったと、 2つの例があったと、うん、だからお互いにそのテントいいよね、そのルーフテントいいよね、いやそのなんかバンパーカーでいいよね、うん、でそうしていただくと、うん、まだ、市場が広がっていくんじゃないかなと。逆に言うとね、ほら相川さんはもともとね、その三菱の要はディーラーっていうオプションパーツをね全部見てきたから、まあそういう外販の大きいやつからね、うん、中の細かいものまでね、それこそ全部プロデュースしてきたんでしょうから、うん、だから相川さんに今からね、またこうこういうふうなのをやりたいんですけどどう思いますっていうアドバイスはいただかないといけないですね、うん、で、あ、三菱の用品で、こういうふうな、つもりで作ったものでこういうふうな受け方をしたんだよとか、うん、そうそう、今さんはこういうふうに喜んだよとか、うん、いや、まあ変な話、これいやこれ受けなかったんだよねとか、うん、まあいろいろあると思います。
それが、昔は受けなかったけど今は受けるんじゃないかとかね、そういうのもあるかもしれませんね。だからそういうのってやっぱり経験してるのと、私が、アイデア出す、うん、2人で、まあ、揉んでですよ、うん、でより良いもの出せたらなと思います、うん、ね。結局25周年がどの頃じゃないんですけど、うん、今年のそのアウトドアブームっていうのをやっぱ的確に掴んで、うん、25周年に引っ掛けて、うん、一発気合い入れて、みんなに良いものを出したいなと、うんうん、いうつもりですね、はいはい。まあ、さっきねちょっと まだ予定なんでしょうけど、その8月に、うん、まあ、アウトドアイベントがあるかな、うん、はい、ありそうかなっていうところなんで、はい、まあ、それね目標にですねやっていこうっていうところで ね、はい、そこにみんなで集まりたいですよね、ですね。もしよかったらそのまた再告知しますんで、うん、皆さん集まっていただければ非常に嬉しいし、うん、山ちゃんも昨日あたりからずっとチクチク言われるんですけど、キャラバンせよとそうそう、俺ですよ、もうリサイタルですよ、ツアーですね。だから、この老体、実は私ね、今年で60になるんですよね。7月30日、赤いちゃんちゃんと着ないといけないんですけど、そのイベントも終わった後、まあ、あれだったら、全国回ってみようかなっていう気にもなってます、ね、25周年のパーティーの時にちゃんと僕聞いてるよ、まあ、そうねそうね、ね、もう全身赤でいきましょうかね、全身赤でいきましょうかね、まあ、もう真夏の暑い時にもちゃんちゃんこ着てもうずっと歩き回る、おサンタクロース来たみたいなまあそれはちゃんと笑いは取りますから、はい、そう心配しなくても大丈夫です、ね、ただその後に全国回ってみたらって本当にちらっと言われたんですけど、うん、結構その気になってる、うん、やっぱりね、さっきお客さんがまあね、ちょっと冗談っぽく富山のお客さんから、うん、できましたけども、うん、なかなか実写を見る機会ってやっぱないじゃないですか、特にここ最近イベントがないんで、うん、ね、あえて写真とか見て、うん、で実写見るとあこれいいなとか、うん、ね、膨らむのやっぱ写真と映像だとね、うん、そこがこう伝わりづらいっていうところがたくさんあるんで ね、うん、あとさっきねおっしゃってましたけど、お客さんとねやっぱお客さんが会話して、うん、相乗効果じゃないけど、うん、やっぱりねつけた人が一番の、はい、なんていうの、ちゃんとしたコメントを出せる人、うん、うちらみたいにいいですよいいですよじゃなくて、うん、そうね、うん、で実際につけた人の感想だからね、まあ、こちらから押しかけで、ね、質問したら本当申し訳ないんやけど、実際どうですかと、うん、聞いてみたい気もしますよね。ねえ、そう、まあメイドの土産かもしれません大丈夫大丈夫、だからそれはもう いい企画だなと思います、はい、うん、はい、やってみたいですね。ねえ、そう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 、だから本当にそのまあリフトアップのねさっきの話も、うん、まあ、それこそ規制っていうところもあるし、うん、お客さんのニーズも変わってきてるところもあるし、うん、まあ、コロナのねこのタイミングでなかなか人は会えない分、うん、ね、やっぱりなんかそういうちょっとこう絆じゃないんだけど、イベントとしてね、うん、いろいろできたりとかすれば、まあ、楽しくなるのかな、うん、まあ、せっかくねそういうデリカのねアウトドア使える車なんでね、飾ってばっかりだともったいないんで、いや、いいと思いますよ、ね、うん、ぜひ実現できるように頑張ります。はい、まあ、それを本当にするとなると1ヶ月ぐらい時間はかかるでしょうから、うん、回るだけでね、うん、だからそれまでに仕事を全部きれいに、ちゃんと済ましてたくさん注文来て今倉庫にいっぱいあんだけ物あって仕事を頑張らないといけないのに、うん、うん、ですね。それだから、うん、それもやっぱり一つの課題ではあるんですけど、これをやっぱりこなせるようにね、うん、しないとその次はないでしょうから。そうですね、はい、うん、お客さんだってですね、やっぱりその次にお客さんの声をいっぱい聞いて製品に活かせる場があれば、まあさらに強いものになるでしょうからね、うん、こうやってね、相川さんも手伝っていただいてっていうね、はい、ところで、相川さん一緒に行きますか。行きます、もちろん。ルーフテントだから2人で寝ますよ相川さんはアウトドアとかする人昔してたよ。あ、そうなんですか。昔ほら三菱さんほらスターキャンプあったじゃないですか、うん、あれも結構行ったし、行ってましたよ。だからついこの間全部スタイルで出しちゃったけど、コールマンのテントやら
あ、バーナーやら、うん、机やらテーブルやら全部持ってたよ。ほら、出しちゃったのもう、うん、あら、今売ったら結構ヴィンテージモになってたんだけど、今いいねで売ったんじゃない。今、そう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 、メルカリな感じがしたけど、ちょっと前だったら多分二束三枚やったと思うけど、うん、もう今いい、結構いいねだよね、うん、あ、じゃあ持ってて今はじゃない、今はないですね。ああ、じゃあまた新しく揃えてね、うん、オートフラックス、まあ、バスターズブランドでアウトドア展開していこうっていう、企画はあるので、うん、バスターズで揃えましょうか、うん、まあ、そこら辺はね、本当に10年、まあ、15年ぐらい前ぐらいからかな、アウトドアキャンプ、キャンプチーム作ってますよね。あ、そう、おすみさんよく行ってたよね、そういえばキャンプで、もう月に1回は必ず行ってたね、うん、おじさんと一緒に行ってたもんね、うん、そうね、結局そこでね、キャンプ、第一世代まで言わないけど、うん、今のキャンプ部が来る思いもしない、うんうん、いやもうって別格ですもんね。だっておすみさんあれでしょ、だってデリカ買ったんでキャンプ行くのに買ったんじゃなかったっけ。そうそうだよね、確かね、そうなの、そう、私、ね、キャンプ行き出した時に、オデッセイのフルエアロの車庫タン乗ってました、うんうん、はいはい、でこれはファミリーカーだったんですよ、うん、でオデッセイ結構そこそこ積載でできるんですよ。でキャンプ時バーっていっぱい乗せてキャンプ場に行ったんですよ。だこううねってる入れないでしょ、うねってる道でカメカメになっちゃった、カメ入れないんですよ、ダメだって言って、すぐ帰って、まあ中古車ですからオークションでパジロ買ってる、46パジロ、それこそはねグリルガード付けの46パジロ買って、おーあらかっこよかろうって言ったら、その荷物が乗らない、オデッセイに持ってた荷物がパジロに乗らないんですよ。だからあこれいけんって言ってすぐそこら辺で、ね、ルーフラック買ってきて、うん、ダーッと積んで、うわー、うん、すごいね俺いけとうね、うん、でキャンプ場行くでしょ、うん、だからもうそれでもういろんなものを下ろして設営するわけですよ、うん、やっぱ四駆やねって、うん、絶対四駆だ、ところが酒飲むでしょ、次の日は二日酔いじゃないですか、うん、ルーフラックにものすごく荷物を乗せるのが辛いと、うん、で今みたいにじゃあリアラダー、まあ、今まだ出してない、まあ、ないですけど、リアラダーとかあればよかったんだけど、パジェロのルーフラックも何もない、リアラダーも何もない状態で一生懸命住んでたんですよ。それ無理だって話になって、これなんかないかな、デリカからも出てた、奥さんね、スペースギア出てた、それもなんでか知らないけど真っ黄色塗ってる、そう黄色だったね、おすぎさん真っ黄色塗ってて、テルツを置いて特大の特注の黄色いボックスを持ってて、なんだこれ、誰もそんなもん買わないやつ、うん、でカチカチって、あ、安いなってで、買って帰ってイメージで、車高も上げないのイメージでジャロスのオーバーフェンダーつけて、うん、サイズよくわからないけど、まあこんな入るだろうってノーマル車高に265-7016入れてた、おーおーおーめっちゃパンパンなんですよ、うん、ところがその塊感と黄色いボックス、うん、で、すっごいでっかい車に見えて、うん、周りの人が、なんだこの車って、うん、っていうんで、なんかデリカで有名なんですよ。だって九州でデリカ屋さんがいるんだけど、黄色のスペースギアでっていうわけわかんない、今のはね。並んでるのが大杉さんの最初のあれだったんでね、話を聞いた時だったんで。そうそう、ね、あの黄色いね、スペースギアは、うん、かなりエポックだったんですね。うん、そうそう。で、そのうちそのハンドル切るためにガリ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 ってやってるからちょっと車高上げないといけない、うん、でいろんなこうねものを考えると、あ、これ自分でやるべきだっていう話でインチアップキットを作ってみたりだとか、うん、で今のも それまでもベタベタ車高たんじゃないと嫌だっていう話だったのに、うん、あ、そうそう、最低地上高5センチで公認取ってましたからね、うん、ダメっしょ、いやいや、その頃よかった、その頃はいいんだ、だから最低地上高の、決まりがなかった、だから、ベタベタシャコタンのエクシブのトムスカラーをレース仕様みたいなのを作って、うん、で写真にネットに上がってますけど、うん、それを作って、検査所に持って行って、うん、これは低すぎるだろうって言われるんです、うんうん、え、最低地上高ってなんか決まりあります、うん、いや、ないけど、ないんだったらいいんじゃないですかって言った、うん、いやいやいや
キャッツアイはクリアしないと走れない、うんうん、キャッツアイって 何センチですか、いや5センチぐらい、いや5センチしますから、車高中だったんで、うん、5センチしますからそれでいいですねって言ったら、うん、って言って通してもらった、通してもらったんだけど、ラインでブーンって通っていって、最後の最後に下回りコンコンコンってするとか、 あそこあの両側がこう盛り上がってるじゃないですか、あ通らない通らないから、あそこちょっと待って、後ろの人全部下がってって言って、バーッと車下げて、反対側からガリ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 って入って、コン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 、はい、オッケーって、公認でトムスカラーでレース中でウィングついたみたいな。なんだよね、なんか写真あるよね。なんかいきなり出るから店に変わったっていう話。だからそういう、その時作りたいものを 作れば満足するんですよ、私、うん。だから作るまでが楽しくて、作ってしまったら本当は実はね、飽きちゃうんですよ。だから常に新しいものを作らないと気が済まないです、うん、でそういう勝負なんで、新しいものをどん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 やりますから、うん、皆さんよかったらついてきてください、はい、トレーラー楽しみだね、そしたらね、トレーラー楽しみ、ね、そう今ね、自分の気持ちの中で一番ワクワクしてるところ、でもあれ引っ張ったらかっこいいね、あれかっこいいと思うね、かっこいいな、かっこいいと思う、前と同じね、あのデリカと同じタイヤ履かせてね、タイヤ履かせて、ね、そうね、前に引っ張ってる車のタイヤサイズは最低欲しいかなと、だからまあ、ノーマルシャフトだったら20235716とかいう話になるけど、うん、まあその場合はもうちょっと大きいで、ゴツゴツしたの履いとけば、うん、いやこの人はオフロード好きなんだよねっていう話になるから、うん、まあそれでいいかなと、ね、うん、かっこいいもんね、でラングラーの JK あたりで40インチ履いてる人が40インチ履けるかって言ったら、ちょっとトレーラーに難しいかもしれない、そうだね、うん、まあそういうぐらいやっぱりね、いろんなもので楽しめる、うん、トレーラーカスタムって外観でそんなにカスタムする人いないじゃないですか、いないよね、だからそんなんも楽しめるようなパッケージングのものがいいかなと人は思ってる、はい、うん、大丈夫まだね8月までね、まだ時間があるんで、うん、頑張ります、今回ね、相川さん来ていただいて、まあ、初めてね、登場していただいてということで、うん、まあ、なかなかね、語れない話が、パーツのね、パーツ開発の現場なんであるとは思いますけども、まあ、ね、おすぎさんとこんな形で、ね、うん、仕事して、すごいなんかもう、スピード感っていうか、ね、製品クオリティから、そのリリースの速度から、すごい向上したのかな、というふうに思います。というところで、まあ、今後の期待ですね、そしたらね、はいはい、頑張りますね、おすぎさんも相川さんも頑張って頑張って、なんか上から目線からね、言ってるような感じですけども、いやいやいや、頑張っていただいて、健康に気遣ってもらってるのかなと思ってね、もうぜひ赤いちゃんちゃんも来てね、はい、はい、まだまだやっていただければと、うん、白いのは着たくないから、白の何、え、白の何、コンビに入るとああ、はいはいはい、まだまだ、まだまだ、まだまだ、大丈夫、トレーラーに貼ったから、まだまだはい、はい、新しいパーツね、続々出していただけると思います、はいはい、っていうところでね、今日ちょっと長い時間になりましたけども、ああ、長い話ありがとうございます、はい、ね、ブラックスの杉野社長と相川さん、ね、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。